皆さんお茶の場所でございます。今日なんですけど、まだまだ雨ですよ。もう雨ばっかり、ストレスたっぷりなんで、ちょっともう今日はストレス発散に振り散らかしましょう。いいと思います。はい。で、この北海道の今から行くところが帯広なんですけど、帯広といえばグルメ王国って言われてるらしくて、めちゃくちゃ美味しいものがたっぷりあるみたいです。消費者のインスタ DM またはい、おすすめ店、おすすめ店もうたっぷりありすぎて、ありがとう全部行かれへんのでちょっとピックアップしてポポポンって行きたいなと思います。はい。少子さんからちょっとメールもらって、龍月っていうなんかすごい有名なところがあって、そこで朝一に行ったら、その工場でできたなんかバームクーヘンのかけらみたいなのが1キロ500円で売っとうってことで、それはもうルースさんのお腹にちょうどぴったりでございます。1キロですよ。安いですよ。知りたいです。オーマイガー、めっちゃめっちゃめちゃめちゃ並んでます。人生みたいな感じ。見てくださいこれ、たっぷりですよ。これさ、やばい。今日も週末じゃないですよ。週じゃないですよ。日曜日だけ。もう人たっぷりですよ。たっぷりですよ。僕ら開店前に来たのにアウトですよ。お姉ちゃんが持ってる看板はソールドアウトです。おーマイガー、トゥーレイドですよ。ルーさん、めっちゃがっかりする。めっちゃがっかりですよ。わー、ルーさん見てください、このパンプキン、本物ですよ、リアル。7分の嫌いなことです。コーヒーが飲めるらしいんで、どうぞ食べてください。何味ですか？わからないです。やばい。あ、見てくださいこれ。今日は気合入ってますよ。もう甘いもの食べんな思ってね。わお、超甘い。美味しい。美味しいですか？ちょっとパンケーキ、ちょっとパンケーキ、これね、分からないです。めっちゃ美味しい。美味しい。うん。おお、コーヒーと一緒では最高に美味しいですね。どうですか？超美味しい。そう、10点中何点でしょうか、ルースさん。まず1軒目。Looks really heavy, but actually it's quite light and fluffy. はいはい。そう。Maybe this one is 7. 7ポイント。で、僕あんまりね甘いも好きじゃないんで、5点ぐらいです。5点。5。Oh, really? はい、僕。美味しかった。美味しかった。あ、今日はもうルースさん全然機嫌悪くないです。やっぱ甘いもの食べてるから、すっごいハッピーですね。はい。もしたくさん食べる、はい、次の店。昨日も大丈夫ですよ。でももしお腹いっぱい、多分全然大丈夫です。ちょっと味できない。わかる？そうだから、ちょっと食べるだけ、それからパケジャップ、それから後で多分のりこを食べる。カメラの前だけ絶対そうやってね、ちょこっと食べますよみたいな見せつけといて、もう撮影終わった後もかぶりついてるじゃないですか、いつも。さあね、困ってるんですけど、ここが星さんが教えてもらった六花亭の帯広本店でございます。行きましょう。ルースさん、ここのサクサクパンが北海道にしか3つしかないらしい、3店舗しか売ってないらしいです。このですか？はい、サクサクパイの揚げ、サクサクパイ、はい、昨日ちょっと調べました、英語の情報、チョコストロベリーの一番美味しい、うん、ですか？この場所、どうも。ダメですよ、予算オーバーです。予算オーバー、多分大丈夫、どうも。多分オーバーヒルを多分1回だけ切る、そう。めっちゃいいキャベツいっちゃってます、どうですか？おいしい。It's like kind of like a sweet sausage roll. It's a sweet sausage roll. めっちゃフランチ、カリカリ。で、そんなに甘くないね。中はカスタードですかね、これ。カスタードクリーム。美味しい。うん。The biscuit
저기 와르카요. 저기 하나 내 비스켓. 카타지 나이 며칠 소프트. 역시 내신 도시 며칠 씨. 그럼 많이 치 잡을 거예요. 우리 도시 이거 뭐? 잡티카요. 이거 뭐? 잡티카면서. 무슨 무슨 잼부 타버터. 복지. 좀 너도 할지 될까? 프리즈 드라이 스트로베리. Not fresh strawberry. Mm. White chocolate, man. Chocolate. Mm. Butter sand. Butter sand. Nice, Onokawa. Smile, doko desu ka? Smile, tappuri desu yo. Osashi buri desu, smile. ここなんですけど、クランベリーって言ってまだ視聴者さんから紹介してもらったとこなんで、ちょっと入っていきますか。はい、ついでかいな、見てください、あれですよ、ということで、続きまして、これも視聴者さんから教えてもらったこのクランベリーというところのスイートポテト、これ2キロぐらいありますよ、これすげえ。でこれなんですけど、これはなんかサイズが選べて、でサイズによって値段が変わってくると。でこれで僕たちはやっぱり一番ちっちゃいのを選んだんですけど、このサイズで1000円って、これビール6本飲めますよ、ルースさん。やばい。 OK、 ちょっと食べてください。 I wonder if it is a cake or sweets, sweet or savory。 どうでしょう。これは全然甘くない。あ、そうですか。うん、なんか砂糖の甘みじゃない、なんか。おい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 、どうですか。 It's like they've scooped out all the sweet potato and made it into a cake. Really heavy cake. Heavy cake. And then put it back in. これは何なんですかね。 Custard on the bottom. あ、カスタード入っとるね、ボトムに。 Look. Delicious. This is nice. What do you think? 美味しいですか。What's your rating out of 10 for this one? 5点です。5? 10点中5点。いや、僕は全体的に甘いものが好きじゃないんで。Wow, ルーさんは？ Well, this one I think is like 9. 9? ハイポイントですね。今までの中で一番おいしい。食べてください。気持ち悪い。食べてください。ルースさん、スイートいつも好きじゃないですか。したてん。できないよ。さすがのルースさんもちょっと巻いてますか、これ。最後はもう一つなんですけど、視聴者さんからちょっと教えてもらった、デイブグサールースさんの必殺。行きたいですか。これ、行けます、最後。ちょっと、気持ち悪いでも行きたい。大福さん、 I don't wanna miss out. ということで、最後、めちゃくちゃ美味しいと言われてる、でー行きましょうか。あー、もう天気最悪で、もう雲って全然見えないですよ、ルースさん。あ、で、皆さんちょっと質問なんですけど、雨に、そのフロントガラスが曇った時っていうのは、冷たいの？暑いの？どっちをしたらいいんですか？これ両方しても全然ダメなんですけど。暑い。いや、多分冷たいですよ。今冬で、今冬で寒いから、外は寒いです。で、中は暑いから、曇る。あ、そうですか。わからないです。OK、そう、how much you wanna bet? 俺はコールドです。ルーさん、ホットです。どうですか？1000円。1000円？おー、こっついですね。OK、じゃあ1000円かけましょうか。着きました。ここが大福亭、もう元祖ですよ、大福の元祖らしいです。わからないですけど、ちょっと入ってみましょう。どれが一番美味しい大福なんですか。今は秋なので、はい、秋しか売ってないスイートポテト大福です。栗大福が栗が貴重品です。栗は渋川栗でちょっといい栗使ってるんです。栗美味しそうじゃない、ルースさん。かぼちゃさんやばいですね。わあ、そう、オレンジ、パンプキン。どうですか。わお。どうですか。団子ありません。やばい。一番美味しい団子。ほんまですか。うん。わあ、ちょっと一つだけもらいます。はい。かぼちゃ。
スーパー団子全然違う。いつもセブンイレブンかマックスバリューから。わお。餅のコシもめっちゃ美味しい。わあ。信じられない。これがナンバーワンですか。一番の美味しい団子。チェスナッツです。すごいね。おい、ごっつい栗入ってますよ、真ん中に。どうですか、これ期間限定であるみたいです。オーソー、ワンダフォー、ワンダフォー、来ました。ワンダフォー、グッドミックスオブチェスナッツ、あんこ、オッケー、ちょっと一口だけ。チェスナッツの甘さが美味しいですね。いや、僕はこの餅のね、この感じがなんていうんですかね、柔らかすぎず硬すぎずのいいバランスで、と、いうことでレーティングお願いします。10 10? Both of them 10, yeah. さすが餅好きですよね。 I had a Ichigo Daifuku before、はい、and all of them are in the same level as that one, yeah. ということで、ルースさんの大好きなのはやっぱりもうね、どこのスイートも勝てません。和菓子が一番好きってことやね。大福さんが一番やね。ここの大福さんやばい。ということで、皆さんにちょっとお土産があります。最近ね、僕らはその旅しててめちゃめちゃいろんな人にお土産もらってるんで、ちょっとお返しといっちゃあれなんですけど、ここの限定の蜂蜜レモン味っていうのはここしか買えんらしいんですよ。で、それをまあ視聴者さんにプレゼントしたいなと思います。また1個だけになるんで抽選になると思うんで、どうしよう、日本でおすすめのスイーツをちょっと下のコメントしてもらって、この中でまたあのライブかなんかで、発表したいなと思うんで、ぜひコメントください。いつも皆さんありがとうございます。いつも、みんないつも見てる、はい、ありがとうございます。ありがたい、そうです、ありがたい。大丈夫ですか。ありがたい、はい、アプリシエイト、アプリシエイト、はい、ありがたい。